この番組は、内山安藤のちょっと立ち話しなイと EWAVE の提供でお送りします。内山安藤のちょっと立ち話しないと皆さんこんばんは、内山つかさです。こんばんは、安藤みずきです。 この番組は気づくと駅前で2時間立ち話をしている2人が EWEV を利用していつでもどこでも立ち話しないとという夜テンションおしゃべり番組です。ちょっと立ち話しないと第33回が始まりました<ー>イエーイゾロ目なんだ,だね。<laughs> <laughs> 前回何の話したか覚えてます前回は、うん。新しい環境に飛び込んだ時の、はいはい,はいはいはい。どうやって立ち振る舞いしますか、うん、みたいな話をしました。うんうんうん。そうださ、新学期、新年度で、そうそうそう。スタートになるからっていう話を。そうそうそうえ、つかせちゃん、あれからちゃんとなんか調べました何に入るか。何に入るかなんか新しい習い事についてなど。あーえー そういえば、そんな話をしたね。したね。新しく。調べてないね。調べてないね。あれ、なんだっけだーな,ーな。何を始めるって話した。あ、ウクレレだっけ。ウクレレやりたいって話したっけか。いや、<え>別に音楽教室とか通おうかなって言ってただけだったんですけど。<laughs> ウクレレやりたいんですか。え、なんか、私、ドラム。 <は>やってるからそうそうなんだけどドラム叩きながら歌うってなかなかこうメロディー <laughs> そうメロディーじゃないからなんかこうメロディーをでそう奏でられる <laughs> あのーうん、やつの楽器もちょっと挑戦したい気持ちはあって、うん、アコギととかかウクレレとかはねねいいいなって思います、ねうんまあ、憧れはあるよね憧れはあるやっぱりわえかるわかる。うん じゃあ、ちょっと弾けるようになってきてもらって <laughs> そして、私に教えてください <laughs> 教えてくださいそこまでじゃあ、向こう2年ぐらい見てもらっていいですか 2>, <laughs> 2年かぁ本当に2年で弾けるようになれるんだったらいいんですけど <laughs> 頑張りますぼちぼち頑張ります<ゃ> <laughs> お願いします <laughs> <laughs> はい、それでは、<laughs> この後も引き続き私たちのフリートークをお送りしますよろしくお願いしますお願いします 内山、安藤の、ちょっと立ち話しないと。さあ、今日は何の話をするか、みたいなお話なんですけど。うん。とりあえず、つかさちゃん、あの、終わりましたよね、ひなフェス。ああ、そう、終わりました、終わりました。したど,どうどうどうでしたいや、よかった。ああ、本当に優勝しすぎてましたね、推しが。優勝推しが <laughs> 優勝推しがしが優勝しすぎてましたね。わ <laughs> あ,あ。え、行ったのは、はい、どれ私が行ったのは、えっ、ー、と、 椿ビヨンズプレミアムですね。なんかこう他のはさ、うん。娘プレミアムとか一人なのに、こう二グループ一緒なのって珍しいよね。うん、ああ いいところに気がついてくれました。まあ、これ単純に2日あって2公演ずつやるから、うん、ま、4公演しかできないから、もう多分苦肉の策だと思うんですけど、あの、キナフェスっていうもの自体が、そのハロープロジェクトのメンバー全員が、グループが全員出るんですよね。そう。なんだけど、そのプレミアムがついたグループは、他のグループよりもちょっと多めに、まあ、何、ステージ時間があるというか。 そう、設けられてる時間が長いんだけど、その美容ツバの場合は、うん、ビヨンズとツバキちゃんが、その、半々でこう、持ち時間を分けてるので、まあ、他のグループよりちょっと少なめなんですよ。うんうん。なるほどね。まあでも、そう。で、頭にビヨンズプレミアムがあって、で、間にいろんなグループが出たりとか、うん、まあシャフルユニットとかのコーナーがあったりとかして、で、ラストにツバキプレミアムがあったから、もう、頭からもう、頭からこう、ビヨンズプレミアムだったわけですよ。 うううんうんうん、うん、もうねえ、よかった。<laughs> よかったー。<laughs> 本当によかったー。素晴らしかったですよ。え、つかさちゃんは、こう、うん、結構広い会場だったじゃん。ってことは本人が見えるか見えないかのところだと思うんだけど、そういう時って、本人を見てんの、うん、それともさ、モニターあ それは結構これオタクあるあるだと思うんだけど、まあもちろん自分が見える範囲で、その、双眼鏡で見える範囲でこっち側を向いてたりとかしてたらもう基本的に双眼鏡でずっと追っかけてるんだけど、うんうん、あのー、歌割りがある時は絶対ビジョンに抜かれるから、歌割りの時はこうそっとメガネを外してパッとこうスプリックス見て、と思って、<ー>そう、もう一回戻るとか、あと反対側向いちゃってる時とか、その、うんうん ちょっと遠い方のステージ行っちゃってるとかの時はモニター見たりとかしてるかなああ、なるほどね。うんうん。いやーいいね、楽しかったですよ。楽しかったですよ。楽しかったですよ。ただ、ちょっと私が寝坊してしまったボカりに、うん。寝坊そんな朝からだった朝早いのよそうなのあのー、そう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 。11時とか。早っ会場が。 そう、開演12時ぐらいなんですよ。そう、だから、うん、あの、本当は10時ぐらいに会場に着いて、で、グッズとか、あと、なんかコラボメニューみたいなのがあったわけ。コラボメニューそう、ひなフェス限定のコラボカフェみたいな。コラボカフェってか。えー、い,いそう、っていうのがあって、まあでも、言っても、まあ、うん、なんていうのこう、結構こう。 ちまっとしてるというか、そんな大々的にこういろんなメニューが、そのさ、よくアニメとかであるコラボカフェみたいな感じに、うんうん、なんとかのキャラクターのカレーとか、なんとかキャラクターのスープみたいなか、そういうのがいっぱいあるっていうんじゃなくて、うんうん、まあなんか、食べ物系が3つぐらいあって、あと飲み物が5、6個あるみたいなぐらいの、本当にこうちまっとしたやつなんだけど、うん、ただ今回、そのビヨンズちゃんが、あの、うん、ハムカツ目視録って曲出したじゃないですか。そうだね。 そう、それの、まあ、うん、あのー、あやかってというか、ハムカツサンドっていうのがあったんですよ。うんうん、まあ、出るよね。そう、出るよねで。それは食べたかったの。絶対食べたかったの。うん、シンプルに私、ハムカツも好きだし、絶対美味しいじゃんと思って食べたかったんだけど、そライブ前に、開演前までは30分くらいあったんだけど、ただこっから並んで見れないってなったら、頭ビヨンズプレミアムきっとあるだろうなって思ってたから、椿の方が先輩グループだからね。多分後ろに椿になると思ったから、いや、これちょっと、 遅れたらまずいぞと思って並ばなかったらあの、うん、ライブが終わった瞬間ぐらいに売り切れましたってツイートが流れてきてそれ買ったらなんかもらえるんですかやっぱりもらえるってことえいやコラボフードなどを食べたらなんかもらえるじゃんああ<ー>いやそれだだからあれでしょそのコラボカレーとかでしょうんえ言うてやっぱりひなフェスのその二日間限定のもう、うん あのー、なんていうの本当にチマッとしたやつだから、もう全然ないです。うん、そういうご飯と飲み物があるよっていうだけで。<laughs> でも、言うて、あのー、ハローも、うん、こう、あれですよ。なんだっけあそこ。あんちゃんと一緒に行ったところなんだっけスイパラあ、そう、スイパラコラボとか、うんうん、あと、なんか池袋、なんか原宿のなんかおしゃれなカフェのところで、コラボカフェみたいなのは、ちょこちょこあったんですよ、うん、今まで。へー、そうなんだ。そう。 そう、そういうのは、あの、あったよ。あの、全然、あの、ちゃんとコースター、食べ物1個食べたらとか、ドリンク1杯につきコースターランダムでとか、そういうのはあったけど、そっか、ひなフェスのやつはないのね。そう、ひなフェスのやつはなかった。え、その、じゃあ、それ以外のコラボのやつは、どんな感じあ、コラボカフェそう。 えっとね、私が行ったのが、アンジュが、うん、アンジュルムが、えっ、ー、と、その、さっき言ってたスイパラとコラボしたやつ。うんうん,うん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 。とか、あと、つばきちゃんの、うん。つばきカフェ、あれも原宿だったかな表参道とか原宿とかなんかそっちの方のやつと、うんうん、あと、モーニングのやつと、あと、うん、コロナになってから、うん。あった、うん、えっとね、うん、名前忘れちゃったんだけど、これはコラボカフェとかじゃなくって、あの、うんうん、普通にアップフロントの、 本社の下になんかそのカフェスペースみたいなあるんだけど、ああカフェテリアみたいな。え、よくね、そこ使うのよ。アップフロント系の、なんかこう、ああ YouTube の動画とか、うん、研修生のなんかちょっと紹介動画とかによく使われるあの、もう、うん、ハローターならよく知ってる場所みたいなあるんだけど、そこで、なんかこう臨時のカフェみたいなのやってくれてて。へー、うん。そう、それが、 毎回、メンバー、うん、その、ハロープロジェクトメンバーの誰かの一人が、こう。うん 来てくれるんですよ。なんかその、まあ一日店長みたいな感じでさ、<ー>そう。で、ちょっとトークしたりとか、うんうん、何、お見送りしてくれたりとか、<ー>そう。神かで、そう。で、その、その日限定の <laughs>、うんあ、限定のっていうか、例えばじゃあ、うん、私が行った時はね、山岸り子ちゃん、椿の山岸り子ちゃんと、うんうん、あとね、もう一人誰だったっけ二回行ったんだけどね、忘れちゃった。うんうん、で、リコちゃんがいたとすると、ケーキのところに、なんかその、シュガーでさ、 あの、うんうん、粉砂糖で D コって,かって書いてあったりとかするパウンドケーキみたいなのが、はあ、を、あの、目の前でこうもらいに行くの、あ、いただきます、みたいな。私、はあ、じゃなくて、そう、パーテーション越しに、<laughs> あの、メンバーがいて、それを取りに行くみたいな。<laughs> <あ>何それみためっちゃいいやん <laughs> <laughs>。で、で、もらった後に食べながら、なんか映像を見るんですよ。うん、日替わり、貝替わりの映像があって、うん、それ、その中にも、 あの、買い外わりメンバーが、その出てきて、トークしたり、ラジオしたりとか、あとクイズ出してくれたりとかして。で、そのクイズに当たると、なんかね、カードみたいなのがもらえるんですよ。はあ<ー>そう。で、それもランダム。ランダムで、そうメンバーの手書きの、うん、てあの、まあ、印刷だけど、そのラミネートされたなんかその、名刺みたいな。 カ、はあ、ードみたいなのがもらえて。<laughs> そ,うそうそうそう。とからっていうのもあったりとか、そう。っていうのはね、ありましたよ。やばいなそれちょっと、ひ<れ>なフェスはなかったけど、うんで、ちゃんとコラボカフェとかはちゃんと福利厚生しっかりしてました。いや、それすごいいいじゃん。それずっとやっててほしいじゃん。いいねそう。やば。 箱押しであれば箱押しであるほどすごいハッピーなカフェだね。そう,そう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 。だからなんかそのカフェを予約するときに、うん、この、うんうん、いや、ここ、ここは、えっ、ー、と、娘がどこどこであるから、ここは娘メンバーは来ない。えここはアンジュがこここうで行ってるから、うん、ワンちゃんこのメンバーは来れそうみたいな、うんうん、なんか予想表みたいなのが出回って、<laughs> なるほどなるほどって思いながらね。<laughs> <laughs> <laughs> あんま気にせず予約はしたけどね。楽しかったよ、それは。えー、超楽しそう、いいな楽しいよね、コラボカフェ、ね。コラボカフェ、マジ楽しいよね。マジ楽しいよね。<laughs> いや、わかるよ。冷静に考えたら、確かにそのフードは高い。でも。高い。その空間を楽しんでるから。うん、<laughs> 黙れガイアは黙れる。 わかる。で、それこそ、今、<laughs> ハローの話したけど、これが、アニメのコラボカフェとかだとさ、あの、その、なんていうの、キャラクターモチーフのとかもそうだけど、うん、その、作品の中に出てきたことのある、食べ物が出てきたりとかするじゃん。する。ああいうの、ほんっとに、いいよね。あ、わかってるって思う。そうなんだよね彼、すごいわかる。あんちゃん、コラボカフェとかよく行く行くね。<laughs> <laughs> <laughs> いやでも、そんな、ね、行くねって言ったけど、<laughs> うん。すごい好きなコンテンツだったら行く。ああ、それはもちろんもちろんだ。だから私もそのスイパラでコラボやってた時も行ったことあるし、うん。あと、この常設で、うん、ゲーム会社のスクエアエニックスとカプコンがそれぞれカフェ持ってんだけど、そこも割と定期的に調べて、あ、今これやってんだ。行くか、みたいな感じで行ったりはする。へえ、そうなんだ。あ、じゃあ結構行ってるね。 そうだね。<laughs> <laughs> あとさ、コラボカフェに、こう、置、うん、い,いてあるというか、設置されてるその限定のグッズみたいなのもあるじゃん。うん、買っちゃうよね。買っちゃうよね。<laughs> <laughs> <laughs> それこそさ、その、なんていうの、うん、コレクション系 な、あのー、クロージングっていうか中が分からなくて何入ってるか。うん、ランダム商品ね。ランダム商品が大好きなんですよ。だから、買っちゃうよね。だってさ、マグネットとかさ、缶バッジとか、特に缶バッジなんかさ、ど、どこにつけるんだよみたいな感じなんだけど、いや、買っちゃうんだよね。買っちゃう、ね、買っちゃうんだよ。 いやー、ちょっとこの話はまだ終わんないけど、うん、時間がそろそろやばいから。確かに喋、ね、りすぎましたね。<laughs> これは持ち越しだな。持ち越ししません <laughs> オッケーオッケーオッケー。じゃあ次回、次回はじゃああれですか、グッズ、クロージンググッズの話ですかあー、いいですね。じゃあ、コレクション壁のある、あの、オタクの皆様、ぜひ来週もね、はい、<laughs> お楽しみください。聞いてください。 <laughs> じゃ<あ>、<laughs> とりあえず今回はお付き合いいただきあた、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。内山安藤の、ちょっと立ち話しないと。内山安藤のちょっと立ち話しな,ないとエンディングの時間です。 はい。この番組ではお便りを募集しています。ちょっと聞いてよではあなたの聞いて欲しい話。そういえばさあでは私たちへの質問やトークテーマ。聞いてみたいんだけどでは番組間のタイトルコールを読み上げるキャラクター案を募集しています。お便りの宛先は eWave 公式サイトのちょっと立ち話しないと番組ページにある投稿フォームよりご応募ください。また番組公式 Twitter では放送の総括、今回の一言をアップ予定ですのでお楽しみに。 その他の情報や企画コンテンツにつきましてはすべてツイッターの方でご案内をしていますので、ぜひアットマークタッチナイトもフォローお願いします。さあ、というわけで第33回のちょっと立ち話ナイトいかがでしたか、はい、いやー、今、このすごい期間限定のカフェをやってて、はい。で、毎週行ってるんですよ。毎週この曜日みたいな感じで行ってて。毎週うん。<laughs> <laughs> 待って待って待って。<laughs> めちゃめちゃ行ってるじゃんなんかいやい。いやいやいや、や本当にやばいオタクは毎日のように行ってるけど、私は毎週一回だけ行ってるだけなんですけど、<ー>それがもう終わるんで悲しいです。ああそう、コラボカフェってね、その限定的な、あれだから、うん、いつか終わりが来るんだよね。そうなんだよね。うん、<laughs> まあだから通うんだけどさっていうね。まあ確かに確かに。押しは押せるときに押せってこと、ね、<laughs> 耳が痛い。 さあ、それでは耳が痛くなったところで、はい、本日の放送はここまで。<laughs> また次回お会いしましょう。相手は内山つと安藤みずでした。それでは皆さん、解散さようならバイバイこの番組は内山安藤のちょっと立ち話しなイと EWAVE の提供でお送りしました。